ベルント・グレムザーはドイツのピアニスト、音楽教師。7歳でピアノの手ほどきを受ける。まだ学生時代の訓練期間にロシア出身のピアニストで音楽教師のビター・アリ・マルグリスに入門した。1981年より17の国際的な音楽コンクールに出場して注目を集め、1987年にミュンヘン国際音楽コンクールに入賞してからは、 世界の少数精鋭の一人に数えられるようになった。国際コンクールでの1位に入賞回数は17回を数える。1989年に、まだ、フライブルクコート音楽学校の教育実習生だった時に、ザールラントコート音楽学校への勤務を命ぜられ、当時ドイツで最年少の大学教授として、ザールブリュッケイに赴任した。1996年からは、 ウィルツブルク高等音楽学校のピアノ教授に就任している。レパートリーはバロック時代から現代までの鍵盤楽曲を網羅している。19世紀後半から20世紀初頭にかけてのビルトオーゾの楽曲を専門としており、中でもフランツリストやフェルチョ、ブゾーニ、アレクサンドルスクラービン、セルゲイラフマニノフを得意としている。録音も数多く、とりわけ、 ロベルト・シューマンやセルゲイ・プロコフィエフのピアノ・ソナタの全曲録音は高い評価を勝ち得ている。また、2007年の映画、スパイダーマン3に流れるラフマニノフのピアノ競争曲第2番派単調は、グレムザーの録音が転用されている。世界的に著名なピアニストとして演奏会に招待され、これまでにヨーロッパ以外にアメリカ合衆国やカナダ、南米、日本、 中華人民共和国、オーストラリアやニュージーランドを訪れている。1992年には、アンドール・フォルデス賞を獲得し、2003年には、ドイツ連邦大統領、ヨハネス・ラウ本人により、連邦功労十字賞を授与された。ありがとうございます。